漫画史上最高純度の優しさで2連覇を達成。もし落ちるなら一緒に落ちよう。国交が100年断絶された戦争寸前の2つの国。何事も平和が一番です。仕事のない義士の足に嫁を世話してくださると。あんた、うちの嫁のふりをしてもらえんかね。夫婦っぽいですかね。いいんじゃないですかね、お嬢さん。これは金の国だ。この国で今手に入らないものなんて水と一途な愛くらいです。大丈夫ですか。お嬢さんが生きている間に水に困らない国にしてんだ。今あいつ国交を開けと言ったのか。王宮内に事故はつきもの。向こうは見つけ次第殺すのだ。ここであんたが死んだらもう二度と国交なんて開かれねえだろう。頼みましたぞ。あなたの覚悟が足りないと大事な人も守れませんよ。こんな日がずっと続けばいいのに。ブランバエルさん、行ってください。お嬢さんを置いてまでこの道を選んだんですよ。すいません、私今日はいつでも難しい方の道を選んでください。金の国、水の国。お嬢さんは二度と置いていかない。